お寒いところ本当にご苦労様でございます。ただいま会長の方からもありましたように、同じ時間帯にバンクーバーのオリンピックが開会になりました。幸先良いと思います。まあ、こういう天気ではありますけれども、必ずや日本選手団の活躍と同じように、この選挙戦に向けて18日から告示ということで始まるわけでありますけれども、この2ヶ月間死に物狂いで戦っていかなければ新生栃木市のスタートができないと、まあ、こういうふうに思っている一人でございます。比嘉の市長には私にない柔和さがございます。ちょっと私はこわもてに見られちゃうんでありますが、全く逆な性格であり人間であります。まあ、そういうことで、年齢は私の方が多少先輩なんですが、信頼を置いておりますので、ぜひ4月25日のこの場で皆さんと共に万歳ができるようにしなければならないと思っております。津賀町は実は明日講演会の発会式がございます。必ずや他の講演会に追いつけ追い越せの勢いで津賀町精一杯頑張っていきますので、皆様とともとも4月25日には本当にこの場で万歳ができますように精一杯やりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。